ザマルです。あれ、あれ。マンチェスターシティの2122シーズン開幕してしまいました。お前もかい。俺ら揃ってしてしまいました現象ですか。してしまいましたね。まあ今回ですね。マンチェスターシティボトス。トッテナムの、1対0トッテナム勝利。こちらの試合についてね。ちょっと語っていこうというふうに思って動画回してるわけなんですけれども、うん、空いてるね半分閉じて半分閉じてるトッテナムのせいで俺がこうなってる俺のせいじゃないはい、なので結果的にはまあ、てか我々二人は連敗、合計2連敗なんで、合計2連敗中です。何連敗いけるか楽しみっすね。いやー、それチェルシーじゃねえ。あるかもしれない。ちょっとそれについていろいろね、ちょっと伊藤さんに語ってもらおうかなと思ってるんですけど。はい。ってな感じですね、今回は、はい、マンチェスターシティ、はい、もうなぜ負けたのかと、はいはいはい、言ったところ、はい、そして、どうしたら改善できるのかというところ、はい、私、ちょっと試合の方を見直しまして、はい、なるほど、結論に至ったと。なるほど。いうことなので、ちょっとそちらの方で発表させていただきたいと思います。はい、トッテナムについても、はい、今回シティとトッテナムって分けるよりかは、こう、一本の流れで、はい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 、多分行ったり来たりすると思うので、もしかしたらちょっとね、聞きづらい可能性もあるかと思いますが、はい、ちょっとご了承ください。もう試合の流れ沿ってみたいな。そうですね。はい。てな感じで、それでは早速やっていきましょう。ライズが。よいしょ。もうじゃあ早速ね、本題の方に入っていきたいと思いますが、うん、はい、なぜ勝てなかったのかと。ほう。真っ先に、皆さん思い浮かぶのは、まさか、カウンター食らいすぎじゃと。まあもう、ふざけるな。いつになったら修正すんねんと。本当だよ、何本カウンター食らったのかなって、思いまして、もう私、計測しました。お、何本食らったんすか。じゃあ合計の方からいかせていただきます。はい、マンチェスターシティの非カウンター数。はい、ドゥン13カウンター。嘘でしょ。こちらです。嘘でしょ。全て伊藤調べではあるんですが、一応試合1から90まで、はい、全部見直しまして、はい、およそ13回カウンター食った。13回カウンター食ったの。それ勝てるわねえだろ。よく一定で済んだから。なんて言ったの。めちゃくちゃ小峠じゃん。よく一定で済んでた。ねえ、本当にスパーズに勝っちゃったね。スパーズのスパーズだぞ。よく言ってもっと来いよ。世界が決めるべきだったね。世界が決めるべきだったね。というところありました。ちょっとカウンターの内訳、はい、ちょっと見ていきましょう。はい、ですね、はい、めちゃくちゃアナログだな。はい、まあ、狙ったパス出したけど、はい、カットされたりして、はい、カウンターに繋がった回数が3回。まあまあ、で、はい、コースねっつってもう苦し紛れの、はい、窮地へ追い込まれて、はい、ロスト、はい、そっから4回。で、まだまだ、コーナーから、1回、まあまあ、そのまま、うん。で、普通にこのね、あとはロストっていうのが、まあ仕掛けたりして、で、やっぱ奪われちゃって、うん、ダメだったっていうのが、3回、うん。で、あと不運なカウンターが、2回。なんだそれは。これはまあね、シュートとか、うん、こう、あのね、クロス上げて、うん、クリアしたのがそのままいい感じに。あー、なるほどね。もうこれ、コロナばっかしたらしょうがないカウンター。跳ね返ってみる。うん、シャーなしカウンターが2回でいったところで、計13回のね、はい、カウンターがあったわけでございます。うん、はい。でですね、うん、もうその原因は、何なのかと、はい、いったところでございます。はい。はい。一つはですね、はい、攻め急いだらカウンターってなる。これだったんですよね。なるほど。あまり余裕がなかった。はいはい。なのでですね、そこでちょっとスパーズの話したいと思うんですけど、うん、スパーズ基本的に守備体系が、4-3-3みたいな感じで守ってるんですよ。はい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 。で、前に3枚、ベルフワイン、ソン、モラ。モラを残しながら、基本的に4-3で守ってくる、うん、システムだったんですよね。うん、ただですね、うん、それでもですね、やっぱ4-3-3だと、どうしても前に枚数残しすぎて、うん、あれじゃないですか。な、そうだね、枚数がね。うん、だからシティはやっぱ押し込めた時には、5-3-2みたいな感じなんですよね、守備体系が。うん、そうした場合、うん、そうなった時って、やっぱりトッテナムがうまくカウンターに繋げてなかったんですよね。あー、なるほど、なるほど。相手をもっと押し込むべきだったなと。あー、うん、押し込みが中途半端だったから、仕込みが中途半端で攻め急いで、うん、まあロストだったり、うん、やっぱシティのミスからそういうところが多かったのかなっていうのが一つありましたね。なるほど、なんか、ちょっと今それ聞いて思い浮かんだのが、うん、はい、あの CM での2021のパリ戦、はいはいはい、前半結構そういった感じでカウンター食らった回数多かったんだけど、後半修正して、うん、相手陣地でプレイするみたいな。そ
そう。本気で引き込まらしたら、うん、なかなかカウンターもできないよねって状況を作り上げて、うん、勝ったじゃないですか。そうそうそう。あのパリ戦が。そう。だからそういうことをもっとするべきだったのかなというふうに思いました。はいはいはい、うん。二つ目ですね、うん、プレスかけすぎたというよりか、まあ、なんかちょっと中途半端だったなっていうのが、二つ目に挙げられます。うん、こちらはやっぱスパーズの基本的な攻撃の、仕方。うん、なんですけども、やっぱロングボールが多かったなど、はいはいはい、相手をこう引きつけつつ、うん、まあ、シティを引きつけつつ、キーパーないセンターバックあたりから、一気にロングボール蹴って、そのセカンドを拾ってくるっていうような、うん、スタイルでして、それに対してうまく適応できなかった、うん、ちょっと引いて守るか、それかもっと強くいくか、どっちかだったかなっていう。それね、うん、あの見た去年行ったでしょ行ったっていうか、マジで去年行ったよな俺らな行ったよな、マジで本当にね同じ現象が起きてるんですよ、うん、どうしようどっちつかず、そうね、中途半端プレス、あー懐かしい、懐かしいでしょ、リアス来る前の別にだってね、あんまプレスでかっさらえたシーンってないんですよね、そうそうそう、うん、だったりでやっぱプレスかけて、うん、でロングボール来てセカンド取られた場合やっぱそのネガティブトランジションというか、はいはいはい、発するわけじゃないですか、うん、うん、上がってた前線が戻んなきゃいけない、うん、で体力がなくなる、はいはい、そうすると攻撃に制裁をかく、うん、そうするとカウンターを食らう、また戻らなきゃいけない、うん、それの一ね、繰り返しで、うん、やっぱ体力の削られ方、じわ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 と削られていって、うんうん、マンチェスターシティね、トータルポゼッションが試合通して 65% ぐらいだったの。まあ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 。で、65% 持ってりゃ、うん、結構そんな疲れないと思うんですよね。確かにな。基本的に持ってるから。はいはいはい。ですが、65% 疲労度じゃなかった、あれは。そうね、明らかに。そんな疲労度ぐらい。うん、なってるのもありまして、まあそこの2つなのかなというふうに、カウンターを生んでしまった理由は、っていうのは感じましたね。で続きまして、はい、マンチェスターシティはね、はい、どうやって攻めるべきだったのかなというふうなタームに移っていきたいと思います、はいはいはい、まあ、結論言いますと、うん、してゼロトップで攻めたかったなと、まあ、先ほどスパーズ 4-3-3 で守ると言ってたんですが、うんうん、特にトップ3枚はこうアンカー消しながら結構中央にギュッと寄りながらサイドは割とやらせてもいいよ。そうね。やっぱりメンディーだったり、カンセルだったりタッチする、特にメンディーの方とかかな、うん、タッチする機会多かったと思うんですよね、うんうん、だからそこはある程度やらせてもいいから中央、ラインはしっかりね人数がいてなかなか攻めれなかったんですよね。はいはいはい。で言ってもね、うん、その分やっぱサイド空いてるわけなんですよね、うん、シティは多分チャンスと言えるチャンスは3回ぐらい作ったのかな、うんうん、あのやっぱ前線にスパーズ枚数残しつつ守備しようと思ったら、うんうん、やっぱ中央だいぶ硬かったじゃないですか、めちゃくちゃ硬かった、うん、その分やっぱサイドはある程度はもうちょっとしょうがないのかなっていうところもあったんですけど、うんうん、でもねそれでもやっぱスパーズが大崩れしなかった理由って、うん、まあ、サイドによる個のディフェンスっていうところが、挙げられるのかなと思ってて、はいはいはい、まあ特に今回サイドバックを担当したのは、右サイドバックにジャベット・タンガンガ、はい、そして左サイドバックにセルヒオ・レギロン、はい、といったところで、タンガンガに関しましてはスタッツがちょっとこんな感じなんですけど、うん、地上戦勝率9分の3、空中戦勝率2分の1といったところで、うん、レーティング見てもそんな高くないか、ね、高くはないんですよ、デュエルズはそんな高くなかった。そうね、そうなんですけど多分ね、スタッツには現れない、うんうん、手強さっていうのはあったのかな、タンガンガに対しては、はいはいはい、なかなかね、うまく自由にさせてもらえなかったなっていうのもありますし、うん、レギュロンに関しましては、うん、まあそのタンガンガとはちょっと別という、別っつうか、うん、まあちょっと一味違って、うん、やっぱこの出足の鋭さで、そうね、結構カバーされてたのかなっていうのがありまして、うん、レギュロンのね、インターセプト数が、うん、こちらチームトップの3回っていったところで、あ、すごいすごいすごい、そちらからカウンター食らってるっていうのもありましたし、うん、そこのやっぱサイドの守備っていうところは、うんうん、個人のね、うんうんうん、やっぱスパーズに分があったからこそ、やっぱシティもあんまりチャンスは、うん、うまいことちゃんとした形は作りづらかったのかなっていうのは、そうな、あったのです、うん、逆に言えばですよ、マジェスタシー中央をうまく使えてなかったっていうことでもあると思うんですよね、ひよったひよったひよったわけじゃないけどね、使えなかった、うん、まあ原因としましてはやっぱりフェラントーレスワントップが一つ挙げられるのかなと、うん、うん、まあこれはね正直ちょっとまあこちらトーレスのスタッツなんですけど、まあ、タッチ数に注目していただきたい、はい、タッチ数が27回かな、なんですけども、基本的に軒並みシティの選手大体50回から60回ほどタッチしてるんですが、フェラントーレスだけあからさまに少ないんですよね、まあまあ、タッチ数が、うん、まあそれに関してはもう正直、まあ咎める必要はないというか、もうしょうがないですよね、はいはいはい、普段だし素直だし、でもまあ彼なりにはね結構裏に抜けたり、まあ工夫はそうそうそう見せたんですけども、やっぱ中盤に降りてくる動きだったり、そのシティ
イズムを、なかなかこの表現できなかったというか、まあ難しいですよ、そんなね、中と外の出し入れっていうところがうまくできてなかったなと思いますし、でやっぱそこいうところで縦横無尽に動ける、ゼロトップシステムが良かったんじゃないかなと。そうね、二つ目の理由としましては、やっぱ先ほど挙げたんですけど、コースがねえところから奪われてカウンターっていうのはあったんですけど、はいはい、そういったところのリスク軽減のためにもやっぱね、ゼロトップ使ってポジションに優位性を保つっていうところをすれば、またちょっと違った展開にはなったのかなと思ったんですけど、うん、マーチェスタ氏、うん、ゼロトップ物理的にできないんですよね。そうですよね、人がいねえ、人がいないと、人がいねえといったところで、ケビンもな、そうケビンもまあちょっと後半から出てきたんですけど、本来はお休みの多分予定だったでしょう、でしょうね、うん、でまあシティのゼロトップといえば多分うまくこなせるのであれば、うん、デブライネもしくはフォーデン、うん、ってところなんですが、お二人ともね、まあちょっとそうなんですよね、怪我だったりまだ全然コンディションが整っていない、はいはいはい、といったところで、うん、もう物理的にできなかったっていうところは確かになあるので、うんうん、結果としましては、うん、認めましょう、完敗だったということ、うん、はい、ただ、うん、次やっても勝てない、うん、とは思わなかった、はいはいはい、うん、純粋にメンツがウォーカーとか欲しかったもんな、展開的にな、そうだよ、ウォーカー出てないし、ストーンズ出てないし、ジンチェコ出てないし、デブライネ出てないし、フォーデン出てないし、ベルナルド出てないし、うん、こんだけ出てるんだよ、本当よ、まだまだ大丈夫、ベルナルド入れたけど、大丈夫今ちょっと入れたけど、入れちゃったけど、どうしよう、大丈夫かなてな感じありまして、うん、結果、うん、総合的に、うん、何が言いたいかというと、うん、日程が悪い、はい、はい、なんでいきなりアウェーのスパーズとやろうなあかんねん、ダサいぞ、ミキミキ後半満員御礼だし肩めっちゃ振ってるし、確かにね、あれ無理だろと、逆にお前らやってみろと、シティ酔わないって言ってるやつら、開幕戦からアウェースパーズやってみろ、あれね、やっぱね、あ、うん、圧迫感、まあ、中でも多ないエスパーズ、いや、旗がね、二重に見える、そう、10万人ぐらいに見えたんですけど、俺の目には、あのね、スパーズ、うん、シティみたいな相手はもう本当絶好のカムだったなというか、そうね、まあ先人が切り開いてくれました、うん、モーリーニョとかね、ポチェッティーノが、はいはい、まあシティ相手にはこうやっとけば勝てるよと、うん、もうマニュアルでね、そう、マニュアルでそれを再現されたかのように、はいはい、それを再現するっていう意味ではヌード監督素晴らしかったですよ、思いますし、ただ逆に引き持ってきた来るような中回の方が意外とスパーズ苦戦するんじゃんかなっていう風な、まあそうですね、ここでどうなってくるのかっていう、そこが一つスパーズで、ね、主導権握るような、はい、試合展開の時にどんな、うん、ね、戦いぶりを見せられるかっていうところはちょっとまた注目ですね、うん、ヌーノスパーズの注目なところなのかなっていう風には思いますね、うん、まあね、言うても1節ですから、はいはいはい、また2節以降どんどん始まるわけで、そうだね、やっぱりシティはこの代表ウィーク明けぐらいから、うん、9月頃にあるかな、うん、そこから徐々にギア上がってくると、はいはいはい、思いますので、うん、まあそこら辺までは正直あんまり悲観することはない、なるほど、うん、むしろ夢は見さしてあげようと、夢は見さしてあげる、せいぜいやっとけやっとけ、フラグにならないといいけどな、これな、そのうち高学研にいるかもしれないってな感じではありますが、はい、とりあえずね、まあそんなね、我々、私から言えることは、うん、まあ、心配するなと言っておきます、はいはい、はい、てな感じで、よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします、お願いします、各種 SNS、ゲームチャンネル等は概要欄に貼りますので、そちらからよろしくお願いします、はい、それでは次回の動画でお会いしましょう、バイバイ。